きいのに悪魔隊ってやつは普通のサイズなんですね。にふふふ、いいかねメイ君。そもそも魔獣とは人型悪魔が変異したものなのだよ。見たところアザゼルは下半身が変異し、魔獣に関しての公職は後にしろ。僕たちがすべきはこの化け物を叩き潰すことだ。うちらの方が叩き潰されそうやけどな。あんなでっかい手で叩かれたらぺーちゃんこやで。おじけづくなディア。あんなもの当たらなければ良いだけの話だ。むしろ全体へのダメージをできる限り抑えるぞ。はえー、こっちの方が大事かも。墜落したらコちゃん先輩たちが死んじゃう。もとよこやつを止められねば我らの未来がない。行くぞそなたら。大切なもののためにな。おする崩壊が始まる頃なのだがね。そうですわね。アザゼルの質量が私たちの見積もりよりも大きかったのかしら。その可能性が高いな。何せあの巨体だ、誤差が出るのはやむを得まい。想定値の2倍ほど PG キラーを投入すればいずれは効果が出てくると思いますわ。まあそうだろうな。冗談じゃない。今だって浮いてるのが奇跡みたいなもんだろう。いやー、なんか攻撃が激しくなってきてないっすか。そりゃあまあ宿主様のピンチだしな。下の奴らだって気が気じゃないだろう。なあ、これって大丈夫な？なんかヤバげな雰囲気してんだけど。ちょっとヤバいかもね。あまりの改造で防御力上がってるって言ってもこんなに集中攻撃されたら。わあ、下の方からすごい音したよ。わかってるってば。もしかしてこれって墜落するんじゃ。墜楽？うわぁ！もう、気絶してる場合じゃないでしょ？どうしましょう。このままだと本当に墜落してしまいそうです。落ち着け赤。まずは深呼吸だ。深呼吸の前に対策を考えろ。エリザ、射程範囲以外に緊急退避。なんだ今の音は。ふむ、どうやら左舷補助機能を支える可動アームが破損したようだな。おっと、今度は右舷の補助機能がやられた。ついでに言うと推進用のメインプロペラもだ。それでは退避どころか動くことさえもできませんわよ。なんてこった。
た俺たちがいるってのに。まさかファントムグリードの命令なのか。僕たちよりもエレボスの破壊を優先しろと。そんな、エレボスにはまだ住民たちが。もうアザゼルを止める必要はない。ニベア、それってもしかして。ああ、そのもしかしてだ。待たせてしまったが、全住民の転送が完了した。その中には皇宮騎士団、辺境警備隊、ユンクス、女子、そして黒輪船と白輪船も含まれている。それじゃ残ってるのはお前とベアトリスだったが、彼女を先に行かせた。騎士だけでは20万の住民を拒しきれないからな。そっか、だったらお前も避難してくれ。それと協力してくれてありがとな。礼には及ばない。それよりも最後まで気を抜かないようにな。わかってるって。それじゃまた後でな。ビビアンか、朗報なんだろうな。もちろん。おいみんな、最後の仕上げに入るぞ。やれやれ、派手にやっておるの。あーエレボスがめちゃくちゃだよ。グラのお家も壊されちゃったし。うちの家だって奈落の底やで。まあ空き家みたいなもんやし、別にええんやけど。グラはいっぱい食べ物あったのに、向こうの世界から持ってきた特用ポテチとか。それにそれに、リアちゃんの隠れ家だってどうなってるかわかんないよ。あ、あ、そうやった。あいつが出てきたのうちの隠れ家の近くやんか。まだやってへんゲームもあったのに。はあ、お前らは本当に緊張感がないな。メイ、マグリットは予定位置に着いたか。今移動させてるとこですってば。ほら、PG キラーでパンパンになってるんで、めっちゃ動きが遅くなってるんですよ。ノー、アワリ、マグリットだけではなく他の風船ダイバーも使うわけにはいかなかったのかな。ほれ、風船ダイバーなら大量にあるじゃろ。そこらの風船ダイバーはファントム、あるいは寄生されている可能性が非常に高い。上に平行世界から持ち込まれた風船ダイバー、すなわちマグリットを用いるのが最善なのだよ。理由はよう分かったが、あれでは切り札だと自白しているようなものじゃぞ。にふふ、それでいいのだよ。そうだろ、インディ君。ああ、それでいい。あれは切り札であり、蒔絵でもあるのだからな。蒔絵？ちょっと？したな、メイ。またゲルテマ銃がいっぱい湧いてきたんです。ほら見てくださいよ。ゲルテマ銃の群れがマグリットに。おいおい、これってヤバいじゃないのか。ヤバいに決まってるだろ。このままだとマグリットが破壊されてしまう。そうなればエレボスだけじゃない、このオムオム号まで散布圏に入ってしまうんだ。ルクスたちも PG キラーを浴びちまうってことか。そんなのダメ、エリザちゃん、早くオモム号を修理してよ。とても間に合いませんわね。
そもそも修理用の材料を積んでいませんもの。その通りだ。諸君らも慌てず騒がず、のんびりと見守っていたまえよ。バカを言うな。君たちはさっさと退避しろ。空を飛べるものは飛べないものを連れて行け。せやな、あんなグライアン、うちを運んでえな。うん、わかった。早く逃げないと溶けちゃうもんね。ほらほら、スペルビアちゃんたちも早く逃げようよ。ふん、それには及ばん。ああ、逃げる必要などない。何言ってんだお前ら。まさかここで死ぬつもりなんじゃ。そうか、そういうことか。心配させおって。なんだよいきなり。一体何がそういうことなんだ。なんだこれ、なんで真っ暗なんだ。そうか、ここは瓦礫の中か。とにかく外に出ないと。なんだこれ、どうしてこんなとこに。っていうか、どこなんだよここは。それにイロハたちは、七魔王のみんなはどこにいるんだ。おーい、どこにいるんだよみんな。耳元で叫ばないでくれないか。秋坂？ビビオン？そんなに残念そうな顔をしないでくれ。さすがの私でも傷ついてしまうだろう。まあいいさ。それと君の大切な仲間たちは無事だ。もうオムオムってば、なんで私たちに気づかないかな。瓦礫から飛び出してきたかと思ったら、いきなり大声で叫びましたからね。よかった、無事だったんだな。私は全然無事じゃないし、こんなに何回も墜落させられてたら、もう飛行機とか乗れなくなるっての。もうトラウマレベルだよな。少なくとも飛行船だけは勘弁してほしいね。まあね、もうクッパみじんになっちゃったから二度と乗ることもなさそうだけど。なあ、
他のみんなは、それに、その、七魔王たちは。うん。セイダさんたちも無事だよ。だけど。冗談だよな。あいつらも無事だって言ってくれよ。どうしてだよ。どうして黙っちまうんだよ。俺は信じねえ。あいつらが消えちまうわけねえ。そんなことあって黙るかよ。ドロドロドロ、ああ、我が輩は心残りがあるのだよ。オムニス君の信用に触れたいのだよ。は？ああ、知りたい知りたい知りたい。オムニス君の秘密が知りたい。恨めしい。おい、アワディン。なんだね、我が輩は未練の塊なのだよ。それはもういいから。つーか、めっちゃ元気じゃねえか。うむ、我が輩はとっても元気。オムニス君への愛情もあふれんばかり。まったく困ったやつじゃの。オムニスめが口をパクパクしておるではないか。はえー、オムニスくんにはお口なんかないよ。そこはツッコミ入れるとこやないでぐらいや。それはな、言葉のあやっちゅうやつや。キレンが無事で何よりだ。どこに埋まっているのかと心配していたぞ。コムニスだけでも十分だが、その間抜け面を拝めなくなるのは少々惜しいからな。何ツンデレムーブしてんですか。さっきまで必死な顔で掘り返してたくせに。はあ、ここって天国かなんかか。実は俺も死んじまってて。残念だが、これは現実だ。君も僕も、そしてこのひどい連中も健在だ。どういうことなんだよ。 PG キラーを浴びたらまずいはずだろ。ああ、まずい。ファントムだったらイチコロだ。ファントムだったらな。それって…どうもわらわたちは生身に戻っておったらしい。おそらくはプルミエールが影響しておるのだろうな。最初にそれに気づいたハワリメがインビーに、そしてスペルビアに伝えたようじゃ。はえー、もうプンプンだよ。プラたちにも教えてくれればよかったのに。まあ仕方ないやろ。ああほら、うちらっておバカ枠やからな。その中にわらわも含まれておるのか。なはは、当たり前やろ。ルクヤンってどう見ても残念系キャラやんか。えい、わらわは残念系などではないわ。僕はそういうとこも好きっすけどね。私もおバカ枠のディアは嫌いじゃないわよ。ぐうたらなところは直したいけどね。まあ、芸能人的にはキャラ付けは必要だしね。おバカで大食いってのもいいんじゃない。もう、リコ先輩はクレナさんに甘すぎですってば。あら、どうしましたの。もしかしてまだ天国にいると思っているのかしら。オムニス、ここは正真正銘の現実だ。まあ、少しばかり様変わりしているわな。おっと、
それだよそれ。ここは一体どこなんだ？ここはエレボスの底かな。底って白の洞窟があったとこだろ。どうして空が見えてんだよ。それは全部灰になっちゃったから。この下にアザゼルちゃんも埋まってるんだよ。全部灰になった？アザゼルが埋まってる？簡単に言えば、あれが効いたということだ。エレボス、そしてアザゼルも全て灰になった。厳密に言うならば、アザゼルの外骨格は残ったが、それも灰の海に沈んでしまった。そうだったのか。よかったと言うべきなんだろうな。もしかしてみんなが怪我一つないのってそれが理由なのか。ああ、エレボスの構造体が急速に崩壊、灰となって降り注いだことで緩衝材となったようだ。まっとも、目の当たりにしたわけじゃない。これは僕らを騙していたそこの連中の弦だ。いい加減に許してくれたまえよ。すまない、インビーにどうしてもと口止めされていてな。どうしてだよインビー、隠しておく必要なんかなかったじゃないか。七魔王はファントムのままだとあのクソ虫に思わせておいた方が都合がいい。それがファントムグリードを油断させる。いざとなれば七魔王を操ることができるのだと。君はひどい悪魔だな。あんなに無垢で弱々しい生き物を騙すなんて。あれは…エレボスを支えていた要の大樹だ。それともエレボス城と呼んだ方が分かりやすいか。要の大樹…それじゃ、あれは何なんだ。どうして。誰だ、誰が話しかけてるんだ。どうしていじめるの。まさかこれはあいつの。そう、あの死にかけた生き物の声。君たちが追い詰めた無垢な生き物の声。もういじめないで。何も悪いことしてない。私はただ生きているだけ。私はただ生きたいだけ。私はただ。生きたいだけか。こいつは俺たちと何も変わらないのかよ。そう、彼女も君の大切な仲間たちと同じ、ただ生を全うしたいだけの無垢な生き物。異なるのはその本能だけ。人間と悪魔が異なるように彼女も異なっている。そんな。さあオムニス、君はどうする。え？君の仲間たちはもう決断している。あとは君が決めるだけだ。決断しているってイロハたちがか。お、どうしてだよイロハ。いつもだったら真っ先に友達になるって。
苦渋の決断をした者を責めるのか。オムニス、私は君に問うているんだ。君が決めろ。これは最初の決断だ。だけどあいつは俺は いじめないで。お前を殺さないで。お願い、お願い、お願い、お願い。もっと生きていたい。もっと、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 もっと。